男子サーブル2回戦で敗退した吉田健とイコール中国、布石、共同、写真を拡大、無尺、中国、共同、フェンシングの世界選手権は22日、中国の布石で個人、2種目の決勝トーナメントが行われ、男子サーブルは吉田健と、警視庁が1回戦でロシア選手に1号の9で勝ち、日本勢でただ一人初戦を突破。記事全文を読む。